無言いた客が来たらポスターどうするドッキリ。なになに緊張してんの。ちょっと見とく。緊張ほどくためにそれがね。じゃあ目見て喋ろう。俺喋るから勝手に。やだ恥ずかしいんですよ。かっこいいから。え、ってことは目はあるうーんだよね。そうだよね。せーの、とんかつ今日もピエンしますか。かっこいいなホソロジーチャンネル略してホソロジー。はい、ということで今回も女の子をお呼びしました。どうぞお願いします。おはようございます。ということで今日はウニちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。今回の曲は営業中に無言いた客が来たらホスターどうするドッキリということで、今からですねプリズムさんというところに行っていただきたいと思います。そこでですね今日はウニちゃんに無言で貫き通してほしいんですが、無言すぎるとよくないのでうなずきとかこうちょっと 手とかでこう、あと名前ぐらいは、はい、ウニですぐらいは言ってほしいなと思います。で、相手ホストがどれぐらいで接客レベルが高いのかっていうところをね、皆さんにお伝えしていければなと思います。写真誌っていうのがまず星会部入ってあるんだけど、はい、呼んでほしい人がいて、そのターゲットがキリピハンって人と、はい、港くんとカイト君、はい、この3人を写真誌にしてほしい。そうすると絶対ついてくれると思うんで、今日は頑張ってほしい。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで始まりました。こちらでプリズムさんの営業中ですね、うん、申し訳ないけどもよろしくお願いします。お願いします。今日はなんとですね、はい、無言いた客接客ドッキリ。今日ちょっと難しいかも、ね、そう考えたんですけど、プリズムでしかないと。おー、嬉しい。そうで、2人にはモニタリングしてもらって、うん、この3人がどういう接客をするのかモニタリングしていきたいと思います。いいね、まあ、最強だと思う。そう、しかも女の子には絶対無言もうなてモテてで笑っちゃダメ、うん、カイト君とミナト君はもう勢いで、うん、私が笑っちゃう。ちょっとキリさんね、すぐ抜けないか心配だけど逆に一応ね、言ってほしい。なんか、え、俺のこと知らないのかっこいい。そこまで言ってほしい。かっこいいな。じゃあ早速やっていきましょう。やっていこう。失礼します。いいですか、ご視聴いただいて。いただきます。ミナトくんスタート。ミナミナトって言います。お願いします。こんにちは。何ちゃんって呼べばいい？ウニちゃん、かわいい。めっちゃ名前なんかペットとかについてそうだね。かわいい。ショートカットめっちゃ似合うやん。ね、人見知りって言ってめっちゃ酔っ払うとめちゃくちゃ喋る人多い。なに、イケメン苦手。ちょっとあおー、うまい。まあ、徐々にね、緊張ほぐして楽しんでいければいいかなと思う。なになに緊張してんの。ちょっとカンチック見とく。緊張ほどくためにそれだね。いないよね。なに、ごめんね、ごめんね、強烈だったね。そんなやめて。いいよ、笑ってない、笑ってない。いいよ、笑いそうなのこらえてます。顔ちっちゃ。絶対マスク取ってる方が可愛いで。化粧水とかもう2年ぐらい持ちそう。塗る範囲少なすぎて俺顔大きいから使えなくなっちゃう。もう一回言おうか。笑ってくれたら嬉しい。なんか結構おしゃべりなのよ。あんま笑わないってな。笑わない。なんでもうんって言ってくれるんだね。俺かっこいい。そこは言わんのかい。よくしゃべる人の方が好き。聞こえなかった、もう一回言おうか。よくしゃべる人の方が好き。あ、臭かった。何してるか一番好き。この今とかなしでね。今楽しいのも分かるけど、セリ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 。あら、怖いな、マジで。やらせてるけどちょっと重いな。でもどれ、ここで一発チッ見とく。ああ、ごめんね。どれ。あ、失礼しました。皆さんお願いします。なんかさ、あんまり話さなかったからさ、 LINE とか聞いてもいい？嬉しい。ありがとうね、ごちそうさま。楽しんでってね。ありがとう。でもいいと思います。だって女の子は笑いを我慢してるから。うん、こんにちは、キリピです。こんにちは。目を合わせて受け取りよ。ね、こんにちは。うわ、大阪だね。なんか来た、なんか来たよ。しゃべる苦手？苦手なの？あ、そうなんや。そうなんや。じゃあ目見てしゃべろう。俺しゃべるから勝手に。やだ恥ずかしいんですよ。かっこいいから、かっこいいから。そうでもない。お前イケメンがさ、目見てしゃべろう。今日さ、かっこいいとついた？ついてない。まったく、まったく。おーって感じ。おーって感じ。一番かっこいい顔は、顔はね、ね、顔は、おお、ね、よく分かってるね、ちゃんとね。皆さん、
どんな人間性か分かんないからさ、当てていい？LINE の捨て替え何使ってる？見して見して。俺ね、着せ替えで人のあれ分かるのよ、性格が。見して。LINE の分かるの？ありがとう、いただきます。あー、そういうこと。 ありがとう。ちょっとごめんだけど、ね、ごめんだから許されることだから。嫌がってないもんね、うん、じゃあもしつまんない人いたら選んでほしいわね。ありがとう。ありがとう。ごちそうさま。ありがとうね。でも、え、印象強すぎてね。あ、結構やらしたいってことだよ。失礼します。いいですか、ご一緒しても。どうも、プレイボーイライトって言います。へい。僕、写真一枚してくれたみたいなの聞いたんだけど、それは本当？うん。え、ってことは、では、あるだよね、そうだよね。え、普段何してる？何もしてない。なんか家とかでさ、なんか最近そのネットフリックスとか流行ってるじゃん。そういうのもあんま見たりしない。 YouTube とかも趣味とかもあんまないって。でかっ、声ちっちゃ。声でもかわいいね、声ちっちゃい。かわいいね。 TikTok 好きなんや。何系とか見るの？旅行。ああ、はいはい、はい、結構健全なんですよ。俺と真逆だね。それもなんか JK か、その父出てるやつぐらいしか出てこないから俺。あ、そうなんや。逆に言ったらさ、可愛いからさ、撮ったりしないの自分で。あ、ちょっとどうでんの。もしかして有名な TikToker？ あ、そういうわけではない。機材とか買ってみたいな、ライト照明当ててみたいな、結構そういう結構エッチ系な感じも撮ったりする。エッチ系な感じってなの？ライト照明当てたらエッチ系な感じなの？それ結構ロリコンって言われるの。女の子のタイプとかも、なんか黒髪セイヤスみたいな。もちろん金髪も好き、パツキンショートも好きなんだけど、黒髪ロングも好きみたいな。ちょびたに広くない？黒髪ロングからパツキンショートかわいいよ。だ、基本的にって世の中の女の子みんな彼女だと思ってるから、今彼女だよ。やばい。なんか安心できるよね。気まずくならないし。俺結構延々ひたすら喋るタイプの人間だから、無言でも大丈夫。やっぱこういううるさいやつと関わることあんまりないでしょ。どう、楽しい？楽しい。いや、楽しいでと、やっと最高じゃん。飲んじゃおう。ありがとうね、ごちそうさまです。ありがとう。え、誰だと思う？でも私、キリさん。キリ、うん、でもワンチャン書いとく。はい、ということで今日ね、協力してくれたウニちゃんです。ウニちゃん、え、緊張した？緊張した。笑いこらえてたよね。めっちゃ、ごめんなさい、なんて危ないと思ってずっとこらえてしんどいよね。どう、接客技術はそうなの？もうグイグイこらえたんで、うん、喋っちゃいそうになって。そうだよね、絶対喋っちゃうよね。答えたくなる接客技術。うん、そうそう、疲れてたもんね。呼んできて、今夜、はい、この3人を。お疲れ様です。また性格悪いことということで、今回はですね、実は無言抜いていただきたらホスターどうするのか。全然痛いなって感じしなかった、うん、だってめちゃめちゃ笑いそうなんですけど我慢してました。あー、なるほどなるほど。虫の穴を抜けてた。あー、で、キング。え、でも予想してたよね、リクト君。ということで皆さんね、本当に接客技術は神でした。はい、安心してみる。顔は取るの？あ、でしょうね。おいおい、あー、で、接客が？いや、おい、聞くのやめたいよって言ってたじゃん。ちょっと待って、そのどっちかが外れてる。目つぶって手足。接客良かったもんね。せ、良かったね。せーの。どっちどっちどっち。今俺触られたけど。もうなんかエンディング。はい、というね。かかるのは視聴者のみ。なるほどなるほど。ついた順番が良くなかったか。はい、ということで皆さんね、予知通りありがとうございました。ということで、この3人がね、ニチモスっていう YouTube チャンネルをやってますので、ぜひそちらの方も登録してみてください。ということで、ぜひプリズムに初回で遊びに来てね。バイバーイ。
皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。